もう小林のリアルコーナー。ここはね、うん、小林アナファン必見、24歳の乙女が夢見るプロポーズとは。私は、うん、毎日お前にお帰りって言われたいとか。毎日お前にお帰り、お前にお帰りって言われたい。お帰りってのは帰ってくるってこと。お帰りって、私違います、私がお帰り、はい、お家へお帰り。しとんねん、ね、違う、はい、あんたもお帰りって。お帰りなさいってことね。そのさ、どういう人にプロポーズされたいの？顔とかルックスとかはどういう人？ルックスはそんなに別に気にしません。ベッカムとかでしょ。でもベッカムは好き。